全国大会括弧閉じるとこういう題になっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました林でございます。大阪同志社クラブの皆様、随分ご無沙汰いたしております。こちらにもよく寄せていただいてたんですが、最近ちょっとご無沙汰してまして、久しぶりに、来させていただきました。で、私、ヒーローズのお話をしろというふうに、聞きまして、30分うまくしゃべるかどうかなんですけど、お付き合いいただけたらと思います。ちょっとですね、この紹介動画がこれらができましたんで、私本当に幸せなラグビー人生がないんでですね、これ先ほどの映像、実は一昨年、本を出版しまして、そのパーティー用に作らせていただいたものなんですけど、そういうラグビーの体験やですね、教育の中での体験をまとめた本も出版することができました。で、今日はですね、ラグビー、そこから湧き上げるものを求めてということで、ヒーローズの活動、ヒーローカズカップについて、こういうような形でお話をさせていただけたらと思っております。で、ラグビーということなんですけど、もうこれ、私にとってラグビーは本当にここに書いてある浸り切ることと湧き上がる感動でした。徳島のですね、吉野川の河川敷のグラウンドを走って、ラグビーを始めたんですが、そんな私が本当にこう、もうたまたまそのまま網に引っ掛けてもらって、高校ジャパンの遠征の合宿へ行かせてもらって、でもうここでなんとかそのチケットを取ることができてですね、オーストラリア遠征に行ったんです。で、その時のコーチがこの山口義治先生でして、この間も実は兄弟の100周年でオックスフォードが来日しまして、その試合を見に行った時に山口先生と隣で、ね、試合を見せていただいて、ずいぶんお年は召したんですけど、あの時の、初めてのオーストラリアでの試合のね、光景が忘れられないんです。初めてジャパンのジャージを着て、そしてウォーミングアップ終わってグラウンドに出る、その前にもう一度ね、ロッカールームに集まったんです。で、ロッカールームの片隅で山本先生が、おい、みんな集まれ、おい、手をつなげ、いいか、みんな待ってるぞ、お前らが勝ったっていう知らせを、日本でな、お前たちのお父さんお母さん、学校の先生も教会の人もみんな待ってるぞ、元気を入れられて、ボロボロボローって涙を流してグラウンドに飛び出したんです。で、この時私ラグビーの試合の前初めて泣いたんですよ。で、涙を流してグラウンド飛び出して、あれ、命かけて戦うぞっていうね、そんな熱いラグビーに出会わせてもらいました。そこから、そのラグビーをずーっとやってきたんですけど、こう湧き上がるものっていうか、もうそれがもう私のこうなんか人生の中で体に染み込んだものかなと思うんです。どうしたら岡先生とのご縁で行ってですね、学生選手権取ろう、なかなか取れずに本当に学生選手権負けた日は泣きました。はい、そして優勝もしたし、それから神戸製鋼でも日本一目指してですね、なかなか勝てずに、キャプテンの時は勝てませんでした。でも、リハビリをして優勝したとき、初優勝したとき、ね、平尾が表彰状の順位を譲ってくれた、その時も泣きました。ね、ジャパンでの試合とか、オックスフォードの試合、オックスフォードのこのブルーのジャージを着て、ティッケナムで試合する、
この前もロッカールームでもう涙がボロボロ出ました。もう一緒にやってきたメンバー一人ずつにね、こうやってバーって抱きついてグラウンドに出て、はい、そういうね、湧き上がるものがいっぱいあったんです。それはね、止めどもないエナジーがあぶりました。そこにこう人間としてのこう真実の瞬間があったなと思うんです。作れない飾れない、ただ涙が吹き出した、そんな瞬間をいっぱい体験させてもらったな。これが私にとってのラグビーでした。はい、でフランシスコ・ベーコンという人は血は力と言ったんですね。血こそ力と言ったんですけど、ラグビーやってたらんなことない、頭で分かってたってね、タックル一ついけないんですよ。で血からは頭から湧いてこない、それは感動から生まれるんだ、感動したら一つになるんです。全速一というね、感動は一つにする力を持ちます。一つになった時エネルギーが爆発するぞ。全起源というのは禅の言葉ですけど、エネルギーの爆発です。だから理性に力があるんじゃない、力を持っているのは感性なんですよね。欲求、これがエネルギーの源なんです。はい、でところが今乾いた時代と言われます。五木ひろゆきさんが言いました。豊かで恵まれていると、でも乾いてないか、生きていることが乾いてないか、命が乾いてないか。おしぼりも濡れてたらズシッとします。ところがね、カラカラになって乾いていったら軽いんですね。軽くなるよ。湿り気がなくなっていったら、潤いがなくなっていったら軽くなる。軽くなったら自殺したり、命が軽くなって人殺したり、つながるんじゃないか。やっぱり適度な潤いがいるよね、湿り気がいるよね。それは何かって、どこか湧いてくるものですね。涙ですよね。そういうものがやっぱりなかったらダメだと思うんですよ。人間がどう生きたか、性の証明は、それは何に対してどうときめいたかによって決まるぞ。何かにときめいて、うずいて、その時に生きていることが鮮やかだと。ときめかない、うずかない、ワクワク、ドキドキもしないあなたは、あなたはこの姿と一緒ですよって。こんなことを言った哲学者もいました。はい、そんな中でですね、やっぱりラグビーはその真実の瞬間、もう止めどもなく湧き上がる瞬間を私に体験をさせてくれました。中国に感傷妙という教えがあります。感性は命そのものだと。はい、私って何だって、それは私って何ですかって、この感性が感じている実感を言うわけでしょ。頭で捉えたものは建前なんですよね。はい、で人間理性がなくなっても死なないんです。でもこの感性の働きがなくなって、動向反射しなくなった時に死ぬんですよ。感性の細胞間の感性の働きがなくなった時に命がなくなって朽ちていくわけです。はい、でやはり人間というのはこう感じる生き物です。何を感じるか、意味や価値を感じる。ラグビーの中で教えてもらいました。力は使命の勘より欲すって言ってね、使命感持て、言葉やなと思ってたんですけど、よくよく見たら命を使えと書いてあるんですね。ああ、俺このためだったら命使ってもいいなと思ったら力が出るよ。でもやっぱり感じる生き物ですから、やっぱ意味とか価値を感じなきゃいけない。最高の意味、最高の価値を感じたら、あ、俺このためだったら死んでもええなって思うんですね。たかがラグビー、たかが玉遊びです。でもされどラグビー、私にとってはされどラグビー、それはものすごく意味があって価値があって、だから体を張りました。はい、でやっぱりこの湧き上がるものがあってこその人生だな。湧き上がった時に自分が自分に戻ります。自由自在になれる、生まれてきて自由自在っていうのは自らによって自らがあるわけですね。湧き上がって泣きたい時に泣けて初めて自由になれる、笑いたい時に笑えて初めて自由になれる、泣きたい時に泣けなかったら、笑いたい時に笑えなかったら自由はねえぞと。イランも大好きでしたけど、自由自在っていうのはやっぱ自分が自分に戻ることかな。それはキーワードはやっぱり感性かなと思うんですね。そういうものをこう揺さぶることによって育んでもらった、それが私にとってのラグビーかなと思います。で現役引退してから、そこからですね、湧き上がるものを求めてというのが私の人生のテーマでした。で一つは研修をやりました。感性フォーラムというラグビーでやってるあのグラウンドの世界を研修室の中でやりたいなと思って、この研修を二十何年来やってきました。まあ、父たる歩みでした。でも、はい、149回開催いたしました。でコロナで150回手前で、ストップしてるんですけど、この研修室の中でラグビーと同じような涙をみんなで流すというね、こんな
ことをやりたいなというのと、それともう一つがですね、湧き上がるものを伝える活動が NPO ヒーローズの活動でございます。はい。で、これは私がいっぱい感動体験をした、それと同じような体験をラグビーの後輩たちにもしてほしいな、湧き上がるものを伝えたいな、ラグビーの恩送り、心を揺さぶることがやっぱりそのね、感性を育てるんだというのが私の、もちろんでございます。2006年に、ラグビー寺子屋を始めまして、でこれを続けていくために NPO を作ってはどうかということで、2006年に NPO を設立いたしました。でラグビー寺子屋各地を回りですね、ヒーローズカップ小学生のラグビーに出会い、そしてさまざまなイベントをやってきました。はい。で湧き上がるというのでは分かりづらいということで、これでみんなで言語化したのが子ども世代へのラグビーの普及育成、これを当面やっていくということで、活動をしてまいりました。でラグビー寺子屋各地で開催しました。日本もう全都道府県行きました。それから中国、キルギス、ウズベキスタン、そういうところでも、寺子屋をやりました。100回を超えて、最近ちょっと膝悪くてですね、あまりやれてないんですけど、たまにラグビーの話を後輩たちにさせてもらうのも、これも寺子屋の一環かなというふうに思ってます。そしてヒーローズカップですね、これは小学生の、チャンピオンシップです。はい、ちょっと映像をご覧ください。出場してくるという優勝を目指して戦うチャンピオンシップ、これがヒーローズカップです。いろんなスポーツをあれもこれもできたらいいんだけど、なかなかそんなにあれもこれもできなかったら、じゃあ何がいいって言ったら、ラグビーが一番こう体を動かす要素が多いんですよね。だそういう意味でも僕はいいと思うし、なおかつチームプレーなんで、一人ではできない、そのこうチームの中での要素っていうのがすごく多いですよね。だからこう周りの人間のことを考えないといけない、そこでどうやってこうチームとして勝っていくんだっていう中で、その響き合うものがあって、音に流す涙があってっていうね、非常にいろんな体験をできる、そういうスポーツかなと思うんですね。大会運営上安全第一ということを謳ってますし、安全ということを考えながら試合を進行します。ラグビー独特のこうなんか湧き上がるものっていうのがあるんですよ。でその試合終わって泣いたりね、勝って泣いて負けて泣いてすることはあるんだけど、ラグビーはもうグラウンドに出る前にみんなでおっしゃろうって言って近寄った時からもう涙が出ますから、で僕はそういう体験いっぱいさせてもらったんで、だからそれやっぱり湧き上がってくる、命から湧き上がってくるっていうね、そういうのはこう人間って持ってるわけで、なかなか体験できない、でも場があるから体験できる、それをぜひ体験してほしいな。今日本で400弱ぐらいのチームがあるのかなと思うんですけど、本当ね、もうほぼ全部出てるねみたいなそういう世界にしていきたいなと思うんですよ。参加してくれるチーム増やしていきたいし、やっぱりラグビーやってる子もっと増えてほしいし、ラグビー続いて素晴らしい出会いもしながら素晴らしい体験して、みんながこう人生のヒーローになってほしいな、そういうふうに思います。ぜひヒーローズカップにね、出てきてください。はい、これちょっと少し前に作ったもんなんですけど、思いは今も全然変わりません。チャンピオンシップといいますか、みんながこの成果を出す場がなかったと、なかったからじゃあ作ろうかということで近畿で始まったヒーローズカップなんですが、少しずつですね、広げながらですね、中四国、そして四国、東海、北陸、そして関東、九州、東北、北海道というふうに少しずつ参加チームを増やしながらですね、これ9年がかりで全国規模になりました。はい。それから、そうですね、日本唯一の小学生のチャンピオンシップ大会になりました。はい。というところなんですが、最近皆さんもご存知のように、メディアで、小学生のチャンピオンシップ大会が是か非かというふうな
こんな議論が随分されております。柔道のですね、全国大会がなくなったというふうなことで、我々はこのチャンピオンシップを推奨する立場なわけですけれども、やはりその場があるからこそそういう体験できることがいっぱいあると、その場を提供するんだと、やっぱり真剣に、やるからこそ、その何でしょう、出会ったり気づいたり体験できることがいっぱいあって、そういう場がなければそれは生まないんですね。いろんな議論があるんですけれども、勝利至上主義行き過ぎるんではないかとか、そういう議論とずっとこうね、本当に議論しながら少しずつ少しずつ参加してくれた人がええやないかって広がって続いてきたという、こういうヒーローズカップでございます。でこれをですね、我々はやはりちゃんとした定義を持とうということで、実は今週末、先週末ですね、合宿をやりまして、その中でヒーローズカップを言語化しました。でこれはできたばっかりなんですけど、ヒーローズカップは優勝を目標とするが目的ではない。小学生が勝ったり負けたりする体験を通して、悔しさや優しさを感じ、思いやる心が育まれ成長していくことを目的とすると、こういう言葉を作りました。はい、優勝を目指すんです。目指す者がいるんですね。でもそれが目標ではあるけど目的ではないんです。目的はここに書いたように、そういう貴重な体験を通じながらですね、人を思いやる心が育まれ成長していく。ヒーローに生まれてほしいな。ヒーローってラグビーもヒーローですけど、それだけじゃないですね。そこで体験したことをベースにして、いろんな意味でのこう自分の人生感動人生を歩むヒーローになってほしいなというふうに、これは私の言葉ですねになるんですけど、そういうふうに思っております。ヒーローズカップは1回近畿で始まりました。はい、第2回四国、それから富山も参加、こういうふうに中国、長野、大分、こんなチームが参加してきて、九州、関東も参加するという、本当に毎年、少しずつ広がっていってですね、今、日本唯一の、全国規模の小学生の大会になっております。はい、でやはり今そういう意味ではこう何て言いますか、メディアの逆と言いますかね、チャンピオンシップ小学生いらないんじゃないかという意見も多いんですが、いや我々はそうじゃないと、やっぱ小学生だからこそいるんだと、そういう、貴重な体験をしてくる。でラグビー自体がですね、もともとイギリスで教育のために作られたスポーツなんですよ。リーダー教育、はい、あそこのこうやっぱりあれカリキュラムの中でパブリックスクールでですね、みんながカリキュラムとしてやるわけですよ。はい、でそこで勝ったか負けたかでは安心、お前フェアに戦ったかっていうことをこう問われながらですね、もともとはレフリーもいなかった中で試合を運営し、その時に何かあった時はキャプテン同士が出て行って話をしたという、これがもともとのラグビーの精神です。教育するために作られたそのスポーツを、今だからこそ本当に真剣にやっていく、そういうのが貴重ではないかな。教師なき教育、昔薩摩の五中教育というのがありました。はい、そこで先輩たちが後輩たちを指導しながらですね、自演流を習い、薩摩いろは歌を歌い行進をし、その中から明治時代の英傑も群生したんですね。群生したわけですよ。それに近いものがラグビースクールの中にあるんではないかと、私はそういうふうにこう思っております。ラグビーっていうのはボールを託されるスポーツなんですね。だから仲間を信じないといけない。でも人間って完全じゃないんで、不完全なんで、やっちゃいけないことするんですね。で言っちゃいけないことを言うんですよ、ね、だから信じるっていうのは全然合理的じゃない。そういう不完全なものを信じろって言うんですから。でもそれでも信じなきゃいけないっていう、やっぱり信じないとボールをパスできない。そしてやっぱり託されたものを感じなきゃいけない。何を託されてんのって、
それはやっぱりチーム作りのプロセスでしょうしね、そこでやっぱりジャージに染み込んだ汗であり涙であり血であり、そういうものが染み込んでるのかどうかによってそのジャージの重さというのは変わってくると思うんですね。見えないんです、見えないものが大事だな。そして誰かが託されてグラウンドに出るんですよ。いや、みんな出してあげたらいいって、そうなんです、それがいいんですけど、それはまあ、それぞれのチームのね、事情で、お任せしてます、こう してくださいというのはないです、交代もできます、みんな出していただいてもいいし、勝つためにメンバーを絞っていただいてもいいし、でもジャージを着る人間はそれを託されて、そのことを感じながらジャージを着るというのがラグビーかな。はい、小学生もこのことを十分理解してくれてと思います。で、素敵な涙、素敵な事例がいっぱいあります。こういうのを集めてですね、我々はそういう話に対して、対抗って言ったらおかしいですね、意見を言っていきたいなと。はい、そのあるのとないのってあった方がいいんですよ。まあ、チャンピオンシップ真剣な場もあればいいし、まあそのね、フレンドリーなラグビーの試合、これも否定はしません。いろんなものがあって、それを選んでやっていく中で、それぞれが貴重な体験、ラグビーを楽しんでもらえたらいいのかなというふうに思ってます。はい、NPO、それから震災支援プロジェクト、こういうのもやりました。はい、東北もぐるっと回ったりしながら、ラグビーテレビをしながらですね、そして参加チームなんかも増やしてきました。そしてワールドカップの時には子どもラグビーワールドフェスティバル、国会にワールドカップができ、ワールドユニバーシーカップができ、これ2015年イギリスです。だから子どもたちのワールドキッズカップというか、子どものワールドカップを日本初でやりたいなということで、我々が提案してましてですね、7カ国の子どもたちが集まって日産スタジアムを走りました。はい、子どものワールドカップを始めたのは日本です。はい、それをやろうと言って実行したのがヒーローズでございます。まあそんな活動を認められてですね、第10回日本スポーツ学会の大賞をいただきました。で、これは私が代表でいただいたんですが、この NPO の活動に対してですね、いただけたもんだというふうに思っております。はい、で最近Be Heroというね、ヒーローズプロジェクトというのを始めました。これはラグビーをやった、そういうものを通じてみんながこうヒーローになっていってほしいなっていう、要はそういうことなんですけど、キーワード、誰もがヒーローになれると、群れに眠るヒーローを呼び覚ませと、ヒーローは自分の中にいるぞっていうことにこう気づく、どんな自分に出会えるかっていう、それが人を変えていって、その人を感動人生を歩むヒーローにね、みんながヒーローになれるんじゃないかな、まさに同社ヒーローですね。はい、そういうふうに思っております。で、同社の思いなんですけどね、実を言いますと、これ一昨年、昨年のシーズンの始めに、部長からお声掛けいただいてですね、コンプライアンス研修をやってほしいということで、コンプライアンスあれなんですけど、私はやっぱこのテーマでやりましょうって、なぜ同社でラグビーするのかということで話をさせていただきました。これはヒーローズプロジェクトの YouTube に上げております。ぜひ見ていただけたら。はい、私としては全力で話をしました。はい、自分のコンフォートゾーンというのは居心地のいいその場所をですね、どうずらしていくんだというね、自分のセルフイメージをどう変えていくんだという、それをやるんだっていう、それをやるのがどうしてもラグビーでしょっていうね、はい、その熱い思いを語らせていただきました。ぜひ、見ていただけたら。で、これ私の遺言じゃ超あれですね、ラグビーへの、はい、この度フッカージやってましたけど退院しましたんで、もうね、若返ったみたいで、はい、ということでございます。これぜひご覧ください。で、そのラグビーでの体験、それを言語化したいと常々思っておりました。30、後半に
大気の歌というラグビーの、まあ、自伝的なものを書かせていただいて、そこから何か書きたいなと思いながら書けずに言葉にできるのにずっと来たんですけど、それをこうあのラグビーでの体験、そして教育者での体験、NPO での体験、これをなんとか言語化したいなというのを、まあ、いろんな方の力を借りながら言葉とさせていただいてですね、これまあ私が今まで書いてきたものなんですが、この上昇のワンチューンを作る8つのステップというこの本を出版することができました。はい、まあ、なんとかの技術というふうな章立てになるんですけど、あのその技術の奥にある哲学を語らせていただいたつもりです。はい、これは我ながらいい本だなと思うんで、ぜひAmazonでご購入いただいてですね、お読みいただけたら、まあ、ビジネス書的に、はい、通じるような形で書かせていただきました。ぜひお読みいただけたらなと思います。でですね、今年の同志社なんですけど、まあ、あのちょっと話をするにあたり宮本監督に電話しまして、ちょっと前ですけどね、で彼が、まあ、1月からスタートして8週間フィジカルをやってきたということで、あの、なかなかいいこと言うなと思って、でその去年の帝京と同志社が戦った時ですね、同志社の方は平均体重97キロだったんですね。ところが帝京は108キロだったんですよ。はい、これあの、まあ、ちょっとゼロ分されて点差がつきましたけど、あの提供だけもう今抜けてます。早い話が、まあ、本当にそうだと思います。他のチーム、まあ、全て同志社と同じぐらいの点数をつけられています。他のチームとやってですね、そんな遜色はないレベルだと思います。はい、ただ提供が抜けてるという、でもこう抜けさせて、それをこうね、何ともできてないのが、まあ、歯がゆい限りなんですけれども、それでこのブレイクダウンで負けないようにという体作りをやろうということで、それを一生懸命やってきたようです。セットプレーから取れるチームと、あとラインアウトモールから取りたいということ で、まあ、27人が入部してですね、選手が125人と言ってたと思いますけど、それを ABC に分けてですね、今3チームで活動していると。フルタイムのコーチが今3人、企業からの、まあ、出向といいますか、そういう形で出してもらっている人間が3人、ところがフォワードのフルタイムコーチがいないという、まあ、こういう現状のようですね。はい、でこれが8週間かけてみんな体重が5キロ太ったと、太ったとしたいかですね、5キロ増えたと。ただ筋肉は3キロで、全力が2キロですねと言っておりましたけど、これ走れるようにならんだかんでっつってね、あの女子棒体重が大事なんです。はい、女子棒体重、私あのクソ行って試合した頃、やっぱ私でもあの 12% ぐらいでした。はい、これはかなりあの我だと思うんです。 10% ちょっとっていうのは、まあ、あのかなりヒットした状態だと思うんですけど、やはりこれぐらいの状態を作っていったということですね。はい、ところがですね、まあ、4月16日春合宿で帝京とやりましたと、ここを目指してますという話だったんですが、でも結果は0対89だったということでございます。はい、あの勝ち方、まあ、その話をした時に勝ち方をここに書いてあるとこの本読めと言って5冊ほど渡してきたんですが、あの料理置いてあります、みんな読んでますとは宮本が言っておりましたが、これをやったら優勝でいい、はい、ということでございます。はい、で、まあ、同志社のラグビーに関してはですね、これはいろいろございます。はい、ところがお時間がございませんので、はい、これはあのちょっと今ここで語るんではなくまたあの別の場で語りたいなと思うんですけど、まあ、あの会長も伺いました。私はずいぶん下になりました。うん、はい、まあ、様々な思いがありますが、それはまたの機会とさせていただいて、ね、はい、あの今日は、まあ、ヒローズの話ということで、させていただきました。でこの冊子置いてあったので、ぜひあの持ち帰りいただいて読んでいただいて、最近あの YouTube でいろんな方とお話をしています。そんな中でこれはルビーの素晴らしさ、あるいはスポーツの素晴らしさ発信していけたらいいなと、そんなものをいっぱい貯めていったらいいなと思っております。ラグビー通じてですね、あのいろんなヒーローが
何でしょう、まあ、あのワンホールオールファンというのは哲学でございます。そういう、こう文化が根付いていけばいいなと、そして、いろんなヒーローが生まれてきたらいいなと思っております。はい、というところでちょうど30分ぐらいと思いますので、これで私の話を終わりにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。林先生、どうもありがとうございました。